カタルーニャ君主国、プリンスパッドでカタルニア、カタルーニャ君主国の半とカタルーニャ君主国、またはカタルーニャ公国はイベリア半島北東部にかつて存在した国家。現在は大半がスペインのカタルーニャ州に属し、一部がフランス南部ピレネーオリアンタル県となっている。君主国内し、公国という故障については口述する。 カタルーニャ君主国は、レコンキスタ時代に生じたスペイン返強領の別々の白爵領がバルセロナ伯の支配下で連合したものである。1137年、アラゴン女王ペトロニラとバルセロナ伯ラモンバランネイ4世の結婚により、アラゴン連合王国の一部とみなされるようになったが、実際はカタルーニャ君主国とアラゴン王国は対等な関係であった。 ラモンバランゲイ4世の子アルフォンソ2世は、アラゴンでは、アラゴン王ではあったが、カタルーニャでは、バルセロナ博アルフォンス1世を名乗った。カタルーニャ君主国という古称はスペイン第二、共和制時代まで使用されたが、君主制との歴史的関係を理由に使用されなく、なった。現在でも時折使われることがある。イベリア半島の地中海沿岸地方のように、古代ギリシャ人がロザスを、 植民地化した。ギリシャ人、カルタゴ人はどちらもイベリア人住民に影響を及ぼした。カルタゴの敗退後、ローマ族州ヒスパニアの一部となり、首都タラッコがイベリア半島におけるローマの中東地となった。アラゴン王国の家系を示す上、ラモンバランゲイ4世と女王ペトロニラ、二人の長男であるアルフォンソ2世が描かれている。ローマ帝国の崩壊後、 事実上西豪都族が支配したが、8世紀にアルアンダルスのムーア人が権力を掌握した。大主のアブドゥルラフマーンアルガフィキワ軍が732年のトゥールポワティエ間の戦いで退けられると、ムーア人が治めていたかつての西豪都王国領をフランク人が征服した。そしてカタルーニャ北部の諸伯領とは同盟関係を結んだ。795年。 カール大帝はスペイン偏境領の名で知られる干渉地帯を創設した。この干渉地帯は地元諸公が治める別々の小王国からなるセプティマニア地方を越え、ウマイヤ朝支配下のアルアンダルスのムーア人とフランク王国間の防衛用の盾にされた。カタルーニャ文化は中世に発展を始めた。カタルーニャ北部の至るところで小さな白領が組織され、 これらの弱小国からカタルーニャ文化が生まれた。バルセロナ博はフランク王国に真珠を誓っていた。987年、バルセロナ博ボレイ2世はユーグカペをフランク王と承認するのを拒否し、これによってバルセロナ博はフランク王国の首輝きから脱した。1137年、バルセロナ博ラモンバランゲイ4世はアラゴン城、ペトロニラと結婚。 アラゴン王国との同君連合によるアラゴン連合王国が成立した。1258年のコルベイユ条約締結までは、フランス王は公式にカタルーニャ君主国及びアラゴン王国への封建的総主権を放棄しなかった。この条約は、フランス支配からアラゴン人の支配への合法な過渡期の中で、カタルーニャを事実上の独立国家へと転換させたものである。これは、 歴史的な不平等も解消した。アラゴン王国の一部として、カタルーニャは大きな開示力を持つようになり、バレンシア、バレアレス諸島、サルデーニャ島やシチリア島までの貿易や征服の拡大が進んだ。1265年、バルセロナにおける市議会として100人議会が誕生した。議員定数100人と決められていたことからこの名がついた議会は、カタルーニャにおける 地方自治の象徴であった。1413年に編纂されたカタルーニャ憲法、初めてのカタルーニャ憲法は、ジャウマ一世時代の1283年に、バルセロナで開催されたカタルーニャ議会から生まれた。この時、すべての法律の成立に、コルツの承認が必要とされることが決められた。1192年以降から行われているコルツは、 最初カタルーニャ各地を巡回して開催された。最後の憲法は1702年の議会によって発布された。カタルーニャの憲法及び他の権利の編集はローマ法典の伝統に習った。13世紀からの歴史を持つジャナラリターでカタルーニャはヨーロッパ大陸最初の政府の一つであった。やがてジャナラリターは王が不在であったり、戦争のような非常事態になれば君主に代わって、 カタルーニャを統治した。現在のジャナラリター長者カスティーリャ王をイサベル1世とアラゴン王フェルナンド2世の結婚によって、イベリア半島のキリスト教王国が統合された1492年、最後まで残っていたグラナダ周辺のアルアンダルスの残党が征服され、レコンキスタが完了した。そして、同時期にはアメリカ大陸進出が始まった。 政治的権力はアラゴンからカスティーリアへ移り始め、その結果としてカタルーニャはスペイン帝国の一部となり、世界征服のためヨーロッパで頻発する戦争に従事した。長期間、カタルーニャは独自の法と憲法を維持し続けた。しかしこの法的、行政的特権は法権国家から近代国家へと移り変わり、スペイン継承戦争の結果カタルーニャがブルボン家に 最終的に敗退させられるまで可能な限りカタルーニャから権力をもぎ取ろうとするスペイン王との格闘が続き徐々に侵食されていった。続く数世紀以上の間カタルーニャはスペインでのさらなる中央集権下へ結びつく連戦で全般的に敗者の側であった。フェリペ4世が締結した1659年のピレネー条約後ルサリョウ・クンフレン バリアスピー、サルダーニャ北部がフランスへ割上された。近年のこの一帯は、北カタルーニャとして知られている。1659年のピレネー条約で分断された、カタルーニャ君主国バルセロナ包囲戦フランスへ、割上された旧カタルーニャ領では、カタルーニャ憲法が抑圧され、カタルーニャ後の公での使用が禁止された。現在、この地域は、ピレネーオリアンタル県となっている。 スペイン継承戦争において、カタルーニャは、ハプスブルク家のカール大公を担いで敗退した。第三次バルセロナ包囲戦の終わった1714年9月11日は、現在カタルーニャの公式の休日となっている。勝者となった、ブルボン家のアンジュフィリップは、フェリペ5世として即位し、新国家基本法によって、アラゴン連合王国の旧制度、 そして残存するカタルーニャ憲法すべてを廃止し、行政、司法の場でのカタルーニャ語の使用を禁じた。18世紀と19世紀の間、スペイン主配下のカタルーニャは、対アメリカ大陸貿易の解禁、スペイン政府による保護貿易政策実行によって恩恵を受け、スペインにおける産業革命の中心となった。今日までカタルーニャは、マドリードやバスク州と共に、スペインで、 最も工業化の進んだ地域のままである。20世紀に入ってからの30年間、スペイン領カタルーニャは数度にわたって多様な自治権を得たり失ったりした。しかし、スペインの他の地方のように、カタルーニャの自治権と文化は、スペイン内戦で、スペイン第二共和制が打破された後に権力を掌握したフランシスコ・フランコの独裁政権によって弾圧を受けた。 公共の場でのカタルーニャ、フランコ独裁は1975年の彼の死と共に終わった。その後のスペインの民主体制への移行において、カタルーニャは政治的、文化的な自治を回復した。現在はカタルーニャ自治州となっている。それに比べ、北カタルーニャの自治権ははるかに制限されている。15世紀のジャナラリターのズ・カタルーニャ君四国という名称は、 カタルーニャ語では、プリンスパットでカタルニア、英語では、プリンシパリティ・オブ・カタロニアとなる。日本語では、プリンシパリティは、通常、公国、または大公国と訳されるため、カタルーニャ公国と訳されることも多い。これは、誤りではないが、公が統治した国ではないため、本校では、君主国の訳語を取っている。バルセロナ・ハクラモンバ・ランゲイ4世は、アラゴン女王。 ペトロニラと結婚した際、二人の間の子孫がバルセロナ伯に加えてアラゴン王を称することとしたが、自身は女王の王輩としてプリンケプスを称した。プリンケプスの称号が使用されたのは、長男アルフォンソ2世が成人し、アラゴン王兼バルセロナ伯となるまでの短い期間であった。成人したアルフォンソ2世もその子孫たちも二度とプリンケプスを使わず、 アラゴン王を称した。14世紀、カタルーニャのローマ法学者は、上述のプリンケプスを、領主の称号としての意味と解釈した。したがってその領地を、公国、すなわち、カタルーニャ公国と呼び、王国の地位を持っていないことを明示した。例えば、1362年から1363年アラゴンにおける、コルツァ法令に見られるようにである。公的記録上、 カタルーニャ君四国という語の書室は1350年パルピニャーでペドロ4世隣席のもとに開かれたコルツにおけるものである。当時別にバルセロナ伯領という語も使われていたがバルセロナ伯の支配下には本来の意味のバルセロナ伯領以外にこのためバルセロナ伯領の支配する領地全体を指す別の名称を作る必要が生じており カタルーニャ君主国という名称が適当と考えられたのである。カタルーニャはそれぞれバルセロナ伯領とその他の伯領を包含する地域名だったからである。カタルーニャ君主国あるいはその省略型としての君主国という用語はカタルーニャという地域そのものの多様な定義とも相まって長く公的な地位を持つに至らなかった。しかし後に フェリペ5世が縫えばプランタ法令において、カタルーニャ地域の領土を記述するためにこの語を用い、公的用語としても定着した。1931年、スペインの共和主義勢力はこの名称を廃止すると、選んだ。歴史的に、この用語が君主制と関係していたためだった。カタルーニャ自治憲章、スペイン1978年、憲法、フランス共和国憲法のいずれにも、この、 カタルーニャ君四国なる子は現れない。しかし、カタルーニャのナショナリストや独立運動家の間では、割合に人気のある呼び方である。カタルーニャの中核を構成するのは、カタルーニャ語話者である。カタルーニャ語は、イベリア半島で話されるイベロロマンス語と主に、フランスで話されるガロロマンス語の特徴を合わせ持っているため、言語学者によってイベロロマンス語に分類されたり、 あるいはガロロマンス語に分類される。カタルーニャ自治法によって、カタルーニャ語は、カタルーニャ州における三つの公用語の一つとされると、オック語に近いアラン語。北カタルーニャでは、カタルーニャ語は、公用語となっていない。ありがとうございます。